はい、どうもこんにちは。今回はドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回はというかもうね、ゲームをこのゲームをやるのも2ヶ月ぶりぐらいだし、そもそも実況というか、こうやって録音することすら2ヶ月ぶりぐらいなんだけど、だからもう2ヶ月で済むかな、もう3ヶ月4ヶ月わかんないけど、だからもうね、もうリハビリとしてやっていこうかなと。やっぱあんまりね、やめようかなって選択肢もあったんだけど、なんかゲーム途中で終わんのもなんかなって思って、一応やるわ。11月6日だ。今日現在1月の26日なので、でも2ヶ月ぐらいか。やっていこうか。何も覚えてないです。You got that. ちょっと待って、音ちっちゃいな。よし、やっていこう。これがだから終わったんだよな。で、ちょっと見たんだけど、だからロバートん家に行った後か。OKOK。で、個人的に今は、ここじゃないわ。間違えた。なんだっけな、前回なんか、ここら辺の2人って違う、ここ3人かブライアンかみたいな感じだっけな。で、なんか、1回目だからクレイグ行こうかみたいな話もしてたのか。クレイグまだ行ってねえから。なんだ見てくれよかったな、前回のやつ。ちなみにその前回のやつもまだ上げてないんですけどね、YouTube に。編集っていう大層なもんでもないんだけど、カットするだけの作業なんだけど、それすらやってなくて、一応まだストックがね、こうドリームダイニングストック5本ぐらいあるんだけど、それすら上げずに、消えてましたというところで、ただこんだけまんべんなく言ってるから、とりあえず一周目だしな。クレイグ行くか。クレイグのデートエピソード。どうなるか知らないからな。とりあえずやっていこう。もうリハビリだからな。もう全然覚えてねえわ。もう声も覚えてねえし。クレイグの今日の予定を聞いてみるか。ダットブックのクレイグのページを開き、メッセージを送る。よあいぼ、それともご近所さんと呼んだ方がいい？昔みたいにするもん。パソコンのアラートが聞こえた。クレイグからの返事だ。返事じゃないわ。返事だ。やけに早いな。よあいぼ、近いうちに必ず会おう。昔のように土日中飲んで過ごすわけにはいかないが、お前と飲むのは楽しみだ。顔、友人の顔、新しい顔を知る機会。何すんのでも。試合の準備な。そっか、娘ともどもなんか、久しぶりだな、お前。悟空、久しぶり。久しぶりだわ、悟空。もう、ただね、やっぱね、このゲームがちょっと魅力的だったからこそ、俺はこうやってやろうと思ったわけだから。おもんないと思ったら俺やってないから、もうそのまま綺麗に失踪してたから、投稿した履歴消して。入るぞ、マンダパンダ。やっぱちょっと魅力的だからこそこうやってね、2ヶ月ぶりのね、復帰をしたわけよ。やっぱ途中で終わんのももったいないなと思って。はい。何をしてるんだ？課題のコラージュを作ってるの。テーマは将来の目標だって。近づいてよく見て。これさ、パソコンにさ、付箋貼るのやめない？これ付箋でしょ？邪魔じゃない？どう考えても。犬が多いな。うん、これさ、上の部分なりけど、モニターはやめようぜ。ていうか、ほとんど犬だよね。何か用があったんでしょ？クレイグがソフトボールの観戦に誘ってくる。あ、観戦なんだ。お前も来ないか。Oh, no. ソフトボールのチームに入ったことを覚えてる。道具一式を買い揃えてもらったのに、最初の試合で飛んできたボールは怖くて、泣きながら場外逃げ出したんだよ。もう声覚えてないけどな。ソフトボール怖いからな、結構な。速い打球とか速いからな。何言ってんだろうな。ダグアウトにねぎ込んだお前を抱き上げようとしたら、泣き叫んで抵抗したよな。よく覚えてるよ。ソフトボールが怖くなって、パパが生きている大きなソフトボールに見えた。そんなにソフトボール要素ないけどな、うち。肌白いぐらいか。じゃあ行かないんだな。それは決意満ちてる。恐怖に立ち向かう覚悟はできてる。行くわ。いいね。わっ、ちゃんとした、何これ、どこで見てんの俺らはどこで見てんのこれ。ソフトボール、柵越しで見てんのかな、グラウンド。どういうことこれ。ソフトボールのグラウンドって、え
ソフトボール場に車で向かう。子供の試合だというのに球場は満員だった。観客席を一番上まで登り、やっと空席を見つけた。さて、クレイグはどこだ？どこで見てんのこれ。あと、ソフトボールってさ、あ、ここ、ソフトボールってでも、野球と同じじゃないっけ、グラウンドって。何この構図。よくわかんないんだけど。こんなにフェンス張る意味ないしな。これ野球経験者じゃないだろ、作者。大丈夫か？ねえ、あの子たちはいつ泣きながら逃げ出すの？いいか、お前とソフトボールの関係がどの子にも当てはまるわけじゃない。まあ好きでやってる子もいるだろうな。そうだけど、あの子らが泣くところを見られないなんてつまらない、うん、まあ、試合で泣くことはないんじゃない。やっぱ練習はあっても、試合に出てくるってことはもうある程度のね、覚悟はしてるからな。ノスタルジックに浸るためだからね。自己満足のためにからかってるんじゃないから。え？本当だって。あ、一気に来た。クリップボードを構えたクレイがダグアウトに立っている。リバーがダッコイまで結ぶ。はい。バンゲーキの着ぐるみがジャンピングジャックを決めながらフィールドを横切っていく。もう一度メイプルフラッグ対、メイプルフラッグジャック、プラップジャック対パインウッドオセロットの対決用だった。まあ、ちゃんとしたチームなんじゃない？名前ついてるってことは。まあ、知らんけど、向こうの事情。バットしっかり構えろ、ミランダ。頑張ってミランダ、行け。あ、娘さんが出てんだ。あんま聞いてなかった。ソフトボールのルールはどれぐらい知ってるんだ？名前の割にボールが結構硬いってことぐらいかな。まあ、結構硬いしでかいからな、ソフトボールって、うん、叫ぶのって楽しいよね。パパもやってみなよ、カタルシスがあるから。え、ボールから目を離すんじゃないの？まあね、楽しむことが大事ってのは確かに言うよ。こういうね、習い事とか楽しむことが大事って言いがちだけど、違うんだよ。そういうことじゃないんだよ。そんなね、軽いことをまず言ってられないんだよ。やっぱちゃんとできてか、できてから楽しむことを考え出すんよ。ちゃんとできるまではボールから目を離すんじゃないぞ。バットから目を離すんじゃない。それに返しからも、他の選手のことも忘れるな。視界に入るもの全てに同時に注意しろ。すっきりしたでしょ。メジャーリーグにはまだまだ及ばないが、あ、何、クレイグのチームなの？クレイグの訓練が行き届いてる。彼は選手から。クレイグのチームなのお前。あんま聞いてなかった、ごめん。聞いてなかったし、2ヶ月ぶりだからもうクレイグ情報覚えてない。あんなにガンガン飛んでくるのに誰も泣いて逃げ出さないなんてすごい。アマンダ、我が娘はそれはもういい。何がいいの？私なら大丈夫よ。全体の猫柄な女の子がボールをキャッチしようと構えたが、ボールはミットを逃れ、額に、あ、これは痛いぞ。見た、あれはきっとトラウマになるよ。ベスを描いてる。あー、もうかわいそう。両親がやってくる。まで、額の状態を見て慰めてやる。へえ。なんか、まあ、どうなんだろう。試合、まあ、見に行かないからな、少年野球。少女の野球かな、これは。わかんないけど、見ないからな。その公式戦で泣くとかあんのかな。屋上からプールに後方宙返りで飛び込んでいた男とは。ああ、クレイグね。大人になったんだよ、クレイグも。私たちは数回を見守り、数回って言わないしな。野球のイニングのこと数回とは言わないぞ。やっぱこれ未経験じゃない？これ作者は。野球見たことあんのかな？いよいよ9回を迎えた。クレイグ率いるフラップジャックが圧倒的大差でリードし、オセロットには諦めムードが漂っている。クレイグが勝ってんだ。草をむして食べている。むさっと打ったボールはファールになり観客席。あ、これ危ないんじゃない？私に向かってくる。どうしようどうしようどうしよう。目を閉じ衝撃に備えた。なんか構えれば一応。アマンダが驚いた表情でボールを握っていた。取れちゃった。天才だ。お前に助けられるとは。ボールを取れた。パパ、私ボールを取ったんだよ。すごいぞ、アマンダ。恐怖を克服したのよ。ソフトボールを乗り越えたの。私は何だってできるの。まあ、そもそもね、正面に来る打球か、手の方に来る打球かでさ、正面に来る打球か、じゃない打球かで結構、恐怖違うと思うけどな。アマンダ。俺のとこに来た打球をアマンダは手で取ってるわけだから、そこの恐怖ちょっと勘違いしない方がいいぞ、アマンダ。気をつけろよ。自慢の娘だよ、アマンダ。クレイグチーム勝利とです。はいはいはい。うん、よくやった。よくやったぞ、お前たち。
お前高い声だったな。クレイグの岩の言葉をかけてやろうと近づく。クレイグすごいじゃないか。ありがとう、ずっと頑張って練習してきたからな。なんだこれ、成果、かでいいんか、成果のかでいいんか。顔出せて最高の気分さ、この子らは俺の自慢だよ。そういやブリアーとヘーゼルにはもう会ったか。起きた。こんにちは。いや今日は大活躍だったね。うん、本当君たちすごいね。ありがとう。双子なんだ。で、双子なんだってお前見ただろ。あっただろ、まあ、そこの連携はされてないんかな。あったじゃんお前。そっか、でもこれが最初にクレイグをだから一発目でクレイグデートを選んだ人は、そっか、ここで初めて知るのか。だからか。うん、私だよ。え、うん、よく見破ったでしょ。ねえ、お互いの真似っこはする？私は双子じゃないけど、双子だったら毎日真似し合ってただろうな。うん、私はヘーゼルの算数のテストを全部、ごめん、この何これ、ブリアーとヘーゼルはちょっとやらないです、普通に喋ります。一緒に投げつけて誰かが怒ったらブリアーが、ああなるほどね、なすりつき合いね。うん、そのことは後でじっくり話そう。うん、僕じきに片付け終わるから待っててくれ、その後で話そうぜ。ああ分かった。うん、母親の一人、ジャネット。ジャネット知らないな。クレイグも一緒に祝勝会に出てくれなきゃ。チーム全員でピザを食べに連れて行こうって話をしてるの。I don't know。 まあ勝った試合だからな、勝ち試合はなんかこうなんかね、食事会とかね。無敵のコーチなしの祝勝会じゃ盛り上がらないわ。うん、まあしゃあないよ、行ってきなクレイグ。いよいよ別に。アマンド目を見合わせる。わかりました、相棒が一緒に来ても構いませんよね。母親は一瞬がっかり。わかりましたっていうの。母親にわかり、母親ってこれクレイグの奥さんかな、クレイグのお母さんなんかな、あんま見てなかった。もちろん、うん、それでどのピザ屋に行くの。ジョーヨークピザ。何ですって。何よ、れっきとした店の名前なのに。わかんない、そのやりとりがわかんない。ミニバンから次々と降りてくる洋様はどこまでも流れていく小川のようだ。私たちは本当にジョーヨークピザという名のピザニアに来てた。確かに少年野球なんかゾロゾロかなんか帰ってたりとか、どっかにご飯食べに行ってるイメージあるわ、少年のなんかクラブというかさ。まずいピザをたらふく食ってた学生の頃を思い出すよ。クラフトを半分に折ってタコスの中身を挟んで食べたのを覚えてるか。ああピザコスだろ、忘れるもんか。全くどうやって卒業まで生き残ったんだか。そりゃ当時は今より若かったからな、全身もっとしなやかで多少は体に悪いものを食ってもすぐに排出できたんだろう。いい時代だったな。店内を走り回ったり、アーケードゲームで遊んだり、油っぽいピザを口に放り込んだり、思い思いに楽しんでいた。まあ、まあ、なんかこの店内走り回ってもいい系の店はあるか知らないけど、やっぱそれが許容できる店に行きたいよな、こういうのは。ちょっと迷惑かかっちゃうしな。スカット買ったし、ワンカットくらい食うか。この流れはダメ、絶対にダメだからね。冗談だよ、ここじゃサラダしか食わないんだ。どれスイングの爽快感は私も味わってみたいもんだな。パパ、別の母親が近づいた。あ、なるほどね、他の子供たちのチームの子供たちの母親ってことか。そうだし、クレイグの話が入る。名前つけるんだな、母親 A とかでもいいけどな。A がないからもうなんと覚えられないぞ。娘の面倒見てくれて本当に感謝してるの。娘ったら毎日あなたがどんなに素敵なコーチか話してばかりなのよ。ああ俺も子供たちの世話をできていい。ああ飛ばしちゃった。ダニエルと離婚してからずっと苦労してきた。ダニエル、なんかダニエルっていなかったっけ。でも子供たちが強い男性の手本のようなあったと接する機会ができて本当に嬉しいわ。クレイグは先々で言い寄られているのか。I don't know。 それはどうも。グータッチを求めた母親に助けてやろう。え、マーサの気を引くって言ったって、別に面識ない母親でしょ。面識ない母親を引こうとする方法なんかもう二分の一でしょ。
どうせ UFO じゃないの、 UFO 知らない人の気を引くとき大体 UFO じゃん。逃げ道を作ってやるが、もうここはアマンダとのタッグチームでしょう。やっぱり子供がいる親だからこそこういうのにね惹かれるんじゃないんですか。これハート出ないな。いいの選んだらハート出るのは覚えてんだよ。答える代わりに力強くうなずいた。さすが我が娘だ、よくわかっている。あ、やっぱお腹の調子が悪いみたい。ピザを食べ過ぎたのかも。なんだと、それは大変だ。もしやゲロを噴射しそうなのか。もうダメ、この辺にゲロを噴射しちゃいそう。マーサは一歩も引かない。マーサさん、絶対離れた方がいいよ。ここスプラッシュゾーンのど真ん中だもん。今朝はオレンジジュースをたくさん飲んだから、ゲロのpH値かなり高そう。PP は pH は。あなた健康そうじゃない。あなた健康そうじゃない。え、やばいな。騙しオートゲに慣れていると呼んで、ああ、なるほどね。え？オート慣れか。あれ、おかしいな。気分が良くなってきた。もうどこも悪くないみたい。ねえ、ヘーゼルとブリアンを今晩のお泊まり会に連れて行ってもいいでしょう。ああ、二人ともすごく楽しみにしているんです。いたずらしないように見張っておいてください。もちろん、でも全員に目を配るには、人手が足りなくって、あなたがもし今晩空いてるなら。うわ、この女本気で狙ってきてるぞ。まあまあ、確かにな、その町内会ってよくあるかもね、そういうのね。実際知らないけど、ドロドロのドラマしかさ、あんまそういう現場ないけど。あるんで、まあイケメンパパとかね、可愛い綺麗な主婦さんはもしかしたらあるかもしんない。狙われてるかもしんない。今夜はリワーと二人きりで楽しく過ごしますよ。誘ってくれてありがとう。てか今あれなんだっけ、奥さんいないんだっけ、クレイグは。なんかそんな感じだった気すんな。娘さんを注意しに行った方がいいんじゃないか。さっきからコインスロットにピザを詰め込もうとしてますよ。ティファニー、ゲーム機にいたずらしちゃダメだって言ってるでしょ。壊してるあんたのお小遣いで便宜上だからね。ティファニーと呼ばれた少女の元へ向かっていく。いや、優しそうな人だな。あ、チームはちょっと変わった大家族みたいなもんさ。いろんな親子がいるよ。そうだろ。まあ確かにその少年クラブって結構やっぱ仲いいイメージあるな。メダルを口に入れないで。ティファニーは将来有望なバッターなんだ。クレイグと話したりそう。まったくお前は忙しそうだな。ナイス。今日みたいな試合の日だけならいいんだがな。お父さん、来た。どうした。 DDR の記録を抜きたの。手伝って。ダンス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 レボリューションが起こりますか。アリアのお父さんにうちのお父さんの方が上手だって自慢しちゃった。だからお願い手伝ってよ。アメン。俺が踊れたのは昔の話だぞ。お父さん、I don't know。スワンがちょっと行ってくる。後でまたな、相棒。気にするな、相棒。うっせら気になった。今日はクレイグとゆっくり過ごしたかったんだが、まあまあ確かにな、まあその町内会のねリーダーみたいなことしてるとね、いろいろあるだろうな。町内会ではないけどチームのね、あれだったらお邪魔虫みたいだな。うん、好きにしていいならゲームしようよ。ピンボールゲーム。さすが。少し眠っていたが、ピンボールパーマズチが死んだわけじゃない。マルチボールモードにするのは父親譲りの。ごめん、ピンボールゲームやったことないからわかんない。まあじゃないか。褒めても負けてやらないから。俺、パパは素直な感想。無我の境地。はいはい、数百万とか稼ぎ、そんな行くの、スコア。知らないけど、そんな行くんだ。クレイグの古い友達で、あ、なんか狙われてる。ピンボールマシン。あ、まあね、同じ大学のルームメイトだったんだ。ちょっとマシンにもたれないでください。あら、そうだったの。それで彼にはお付き合いしている方がいるのかしら。いや、知ってても勝手に答えるのはどうかと。台が傾くからやめてったら。台はないのよ。ただ彼、子供たちの面倒を見るのが大変そうだから、苦労を分かち合える誰かがそばにいた方がいいんじゃないかなって思って。お願いだから持たれないで。ブザーが鳴った。ピンボールマシンを傾けてしまったのだ。ピンボールマシンを傾けるって何？そんな体重かかることある？そんな弱いの？ピンボール、これでしょ？だってピンボールマシン。これじゃないの？ピンボールマシン。これ傾くことある？だって。
そんな弱かったっけ。ああそれか、それかこいつがクソババア、こいつがめちゃくちゃ巨体化だよな。なんですって。あんたに失礼なことを言っちゃう前に席に戻ってピザを食べてくるって言っただけよ。おやまんだブロー。ゴー君どうした。チャンスだ、帰るぞ。今店を出ないと夜まで抜けられなくなりそうだ。手を取り、今いるけどね、あの奥様、名前忘れちゃったけど奥様いるよ、すぐ近くに。みんな素早く別れの挨拶を済ませると逃げるようにピザを出る。ふうやっとか。うん、ソファー温めておくと約束し先に帰っていった。うん、え、ここに来んの。何このホーム。あ、でもまあまあ委員が確かに、別にそっか、今気づかなかったけどスコアボードじゃないんだな。またここに連れてきて悪かったな。気にするな、やっと二人きりで話せてほっとしたよ。リバーがゲップする。まあ正確にはほぼ二人きりだな。ちょっと待っててくれ。あ、キャッチボールするの。キャッチボールしようぜ。キャッチボールというよりキャッチユアボールイフミーキャン。めんどくさい、何これ。アメリカンジョークでそんな頻繁に挟むの。こんなにめんどくさくないか、そこまでやられると。いいよ、やろう。いいね、誰もいないとこでやるキャッチボールは最高でしょ。車にクーラーボックス置いてあるんだがジュースしか入ってね。それにしても父親になるってのは不思議なもんだな。ナイス。まったくだ、自分がケックスタンドのクレイグって呼ばれてたなんて今じゃ自分でも信じられん。あの頃は楽しかったな、水平でケックスタンドができたやつなんてお前くらいだったろ。訓練の賜物さ、相棒。話したいことが多すぎて、これあれだな。矛盾してるな、やっぱこれクレイグ一発目に、いや誰が全ダディが一発目想定で作られてるから、記憶飛んでるな一時的に。んー、まあ、とりあえずはまずここ行こうか。お、いいね、段取りがあるから話ってのは。ソフトボールチームのコーチはお前が望んで手に入れた生き方なのか、それとも誰かに押し付けられた生き方なのか。ん、そりゃ最初は少し迷ったよ。でもブリアーとヘーゼルの有り余る元気をどこかで発散させてやりたかったし、他に適任者がいなかったからな。でもやってるうちに子供たちがちゃんとついてこようとしているのが分かったんだ。今俺がチームを辞めたら暴動が起きるかもな。金属バットを持った子供に襲われるのはごめんだぞ。やつら素早い、それにチームで動く。俺はやつらを期待すぎた。群れでティラノサウルスを狩るベロキラプトルみたいなものか。その通りだ。もう、よくないよく。ごくん、そういうなんかこう専門知識例えのよくない。もっとわかりやすいに例えないと。まあ、順番に聞けばいいんじゃない。あ、全部上がんじゃないこれ。それで何か商売をやってるのか。ブロー、ああ、フィットネス用品を売ってる。今は海外と商売がほとんどだが、近々自分のブランドを立ち上げる予定だ。そんなもあるんだ、お金とか。スウェットパンツはテレビを見るために履くもので。はいはい。ん、運動器具が欲しくなったらいつでも連絡してこいよ。お前こそ私のスポンサーになってくれてもいいんだぞ。お前のスポーツウェアを着て庭で芝刈りすればいい広告塔になれるはずだ。それぞまさに俺たちが追い求めているライフスタイルだな。お前が3人の子持ちだなんて信じられん。俺自身もさ、知ってるだろ、俺が優柔不断なやつだって。専門を4回も変えるぐらいだしな。俺は自分が何をやりたいかなんて考えたことがなかった。でも子育てを始めてブリアとヘーゼルが生まれた時やっと分かったんだ。この子たちと会うために俺は今まで生きてきたんだって。それが最高に嬉しいんだ。二人の成長ほどこれまでの人生で興味を持てたものはないからな。奥さんのことに触れないのかな。なんか触れてたっけな、覚えてねえや。私もアマンダを初めて抱っこした日に同じことを思ったよ。あれは人生で最高の瞬間だった。私の人生にはアマンダしかいなくても自分の人生を誇りに思うだろうな。ここはいいな、静かだ。あの母親たちから離れてほっとしたんだろう。まったくだよ、ジャネットと来たら。はあ、彼女か。大変そうだな、いつもあんな風なのか。ん、いや、今日はまだマシな方さ。そいつはひどい。I don't know. 俺はなんつうか興味を持てねえんだよな。
なら何に興味があるんだ。平穏と静寂だな。ちょっと深すぎるな。何に興味を持ってるんですかって聞かれて平穏と静寂とは答えません。人は熱い熱い沈黙だろ。俺の最高に贅沢な性的無双は土曜に朝寝することさ。とにかく今は本気で誰かと付き合う気にはなれん。したくても無理だ。その時間がない。それに娘の人生に今更よそ者を連れ込むことに抵抗がある。あの子たちはもう十分辛い思いをしてきたんだ。これ以上苦労させたくねえ。確かに、まあそういう問題もあるからな、その再婚みたいなの。まあよく聞くよね。娘たちと子供たちがね、どう許してくれるかとかあるもんね。わかるよ、相棒。だから母親たちは好きに騒がせておくさ。俺にとって一番大事なのは娘だ。どっちだろうな。まあ、とりあえず現状の法廷でじゃない？わかんない。まあまあ悪くないか。子供たちはみんなお前のことが大好きなんだろ。それにチームもお前を必要としている。お前は父親としてよくやってるよ。ありがとうよ、相棒。お前にそう言ってもらえると嬉しいよ。見失い。ふぎゃ！なんて言ったそうだ。アマンダはずっと正しかったんだ。すまん。駆け寄ってきた。ドキドキ展開？大丈夫か？大したことはない。ちょっと待て、父親らしいことをさせてくれ。思ったより痛そうだな。キスすればすぐに治るなんて言うなよ。ナイス。そんなわけねえだろ。わざとやったんだ。その、つまり。どれよ、わざとでもないじゃん。だって、そんないい、別にそんな俺、粋な演出して、別に、そんな俺、色気示してないから、俺、こいつに。キスなんか聞くもんか。なんか自分で言ったんだろ？どれだよ。アメリカンジョーク的にでもわざとやったのがいいかな。なんかノリ的にそんな感じするよな。このそのつまりってのはちょっとこれ何に繋がるかわかんねえ。これだけじゃ何を話し出すかわかんねえから怖いわ。キスなんか聞くもんか。だって俺がそもそもキスで治るなんてなって言ってるからな。あれ、何もないの？女の子たちの教えることはないだろうが、ベーブ・ルースはよく歯でボールをキャッチしたんだぞ。私だってまだできる。あいつらなら高校で習うかもな。発表した。ああ、小さな相棒、君もそろそろお疲れだな。これ、この子背負ってキャッチボールってむずくない？どうやってん？手投げかな？まだ話してたいが、そろそろ帰らねえと。すまんな、あんまり時間が取れなくて、年を取るとやることが多すぎてかなわ。なあ、ヘリコプターのせいで散々なことになったパーティー覚えてるか？もう本当はね、短めで終わらせたいんだけど、ちょっとさすがにこのワンパートを半分にすんのはね、デートパートはそんな長くなかった気するからさ、ちょっとここまでちょっと長いけどやっちゃおう。忘れるもんか。お前も俺も逃げ出そうとしてコンクリートの壁を飛び越えたんだよな。だが、壁向こうの駐車場に警官がたむろしてたんだ。そうだ。あの時の俺たちの顔を想像できるか。散歩中のふりをしてまっすぐ歩いて通り過ぎようとしたんだよな。あいつらは俺たちがパーティー会場にいたなんて知らないもんだから、ガサ入れが大掛かりだってジョークを言い合ってたんだよな。そのまま30分も話をする羽目になったんだぞ。お前が警察学校に興味がありますなんて言ったせいで。採用試験のアドバイスをくれた警官がいたよな。あれは人生で一番長い30分だった。やれやれ、大学時代が懐かしいよ。いい時代だったよな。いくら話しても話したりえな。そうだな。今度埋め合わせをさせてくれ。また会おうぜ。いいだろ。楽しみにしてるよ。終わり、一日の終わりが近づいてきたな。背を丸めたアマンダがあくびをしながらスティックのりを片手にコラージュ作りに取り組んでいた。夜遅くまで熱心に芸術活動か。リップシンクバトルサメがかり編を見ながら創作活動をしようかなって。サメが口パクするのか、それともサメ狩りをするダイバー。そうよ。アマンダすごいな、傑作だよ。
ありがとう。もう完成しそう。相変わらず犬が多い。一部に札束の山を作ってある。他には。ごめん、コラージュがパッて出てこない。ごめん、コラージュって何なのかがまだ俺分かってない。ごめん、分かってたら、ああ、なるほどねって言えるんだけど、出てきてないわ、映画。ごめんなさい。アマンダ、それはパパか。うん。将来の目標がテーマなんだけど、私の目標は20匹の犬と札束に囲まれて、パパとずっと助け合って生きていくことなんだ。まったく、よくもやってくれたな。涙がこぼれそうになったじゃないか。ほら、もう涙が出てきた。Oh, no. パパ。お前のせいだ。お前の作品は、心を動かす。ねえ、クレイグさんと一緒に過ごしてどうだった？涙を抜く。楽しかったよ。あいつはすごく忙しそうだ。うん。だろうね。ソフトボールチームのコーチなんて怠け者じゃ務まらないもん。偉かったぞ。今どんな気分だ？世界のてっぺんを取った気分。これからはもっと恐怖に立ち向かっていこうかな。ほうほう、言ったな。なら明日は空いてる駐車場で縦列駐車の練習でもどうだ？え？焦らないでパパ。縦列駐車はそのうち覚えるから。わかった、パパもう寝るよ。寝ずのテレビ版は任せていいか。パパの代わりにお休みって伝えておいてあげる。あ、終わった。来た、久々のスコアだ。わけわからないスコア、懐かしいな。あ、でも結構いいんじゃない。どう、ええか。いやー、もう S、一発目の S 以降 S が出ねえ。全部、なんで一発目があんな成功したんだろうな。くつろぐパパ。70点ぐらいか。ボーリングとランはいいな。ボーリングなかったけどな、ボーリングページ。ランも赤ちゃんも、あ、ピンボールあったな。喉の渇、喉の渇きは知らない。いいね。OK。ファイヤー、キリーシー、ここで終わろうか。で、次回は、ダディゾンだ。これダディゾンでしょ。明らかにアマゾンに近いアイコンしてるよな。まあまあ次、次回ダディゾンから行こう。まあいいや、今回はここで終わるわ。じゃあ、あたした。